はい、高須のパークの土地ツリーランですね。土地ツリーランに来ております。の前の土地ツリーランの入り口の前に来ております。ふっふっ、土地ツリーランですね。怖いよ。ここは自然を楽しむコースです。コース内には、樹木がたくさん、くぼみがたくさんあります。危険が潜んでいます。自分のレベルに合わせて、僕は、ちょっとね、3級 JSBA 3級、目指さなきゃいけないんで、ここをちょっとチャレンジして修行したいと思います。とは言ってもね、まあほとんど木の葉でしょうね。さあレッツゴー、行ってみましょう。カメラ入れてごめんなさい。あー、これターン。いや、これありだよ。これみんな来たら、これね、うわー、これ幻想的だな。これさ、サムネイルって動画始まる前の写真のことなんですけど、こういうさところをコンピューターが選んでくれればいいけど、わざわざ俺の顔を選ぶんだよね。いや、それやめてほしいな。さあ、もう一度滑っていきましょう。土地ツリーなんで、土地ツリー、栃木県の栃っていう字ですね。すごいな。あ、ここならターンできる。こっちか、これ何、川かな、よくわからんのけど、これちょっとターンしてみようか。この前はもう向こう行っちゃったんですけど、ちょっと縦に行ってみましょうか。滑った跡あるね。あー、すごい自然だな、これすごいよ。ほら、うわ、すごいよこれもう。これツリーホールですね。ツリーホール、すげー、誰もいないよ、ガラガラ。土地ツリーランみんな滑ればいいのに、こんな面白いとこ。こっち行くとね、あれが見えとるコースが、あれがチャレンジコースですよ。まあ、20センチがパウダーで、その下が硬い雪なんで、滑りやすいですよ。僕の初心者でも、ちょっとここ狭いでターンしに行こう。ここでターンしてみようか。あ、いけるね。初心者の僕でも。ただ木の間を縫うとかいうターンはやってみようか。うわー、よっしゃ、ほらー、3級のためだー。板が、うわー、ちょっと待った。立ち入り禁止の看板、あれ見えますかね、この指のちょんちょんってとこ、あれですね。今僕ちょっとしゃがみ込んでるんだけど、立ち入り禁止だから向こう行っちゃダメってことですね。こっち行かなあかんですね、ということだよね。ちょっと待ってよ。よし、ノーカットだからさ、ノーカットで行くね、ノーカット。あ、もうスタート地点見えんよ、スタート地点が見えない。お天道様。ここが、こっちがね、コース、こっちにもコースがあるはずなんで、遭難したんかな。遭難はしてないよね。どんどん滑っていけば、こっちなんで立ち入り禁止なんだろう。ちょっと手つくね。ごめんね。ここまで動画見て、ここで座ってる方、ごめんね。ちょっと手つくね。こっちに行かんのかな。登りだ。ちょっと待って。ちょっとね、ビンディング脱ぐね。スケーティングだ。登りだ。あ、足埋まる。足ね、あ、30センチぐらい埋まるね。ちょっと待って。手が埋まる。手が埋まる。ちょっと立ち入り禁止の看板さ、もうちょっと早く出してよ。こっち行っちゃダメってことだね、多分ね。だからこっちにもう抜けないとダメなんですよ。こっちがダメなのかな、こっちはいいのかな、その辺曖昧だね。ちょっと待って。土地ツリーラン、土地ツリーランを案内します。
あれはもうスタート地点。見えないけど、スタート地点です。スタート地点。で、こっちに抜けなあかんのか。こっちには行っていいのかな。微妙わからんね。ちょっとね、そう。ちょっとこれプチって、プチそうなんだね。プチそうなん。プチそうなんしました。よしよしよし。ボード履くぞ。ちょっとさ、ちょっとね、ちょっとスマホね、地面に置いた。ちょっとごめんね。ちょっと地面に置いた。ブーツと置いた間に、息が挟まっとる。よいしょ。ちょっと脱出するわ。森を脱出するだから。森を脱出します。ちょっと待ってよ。いや別に、子供とか家族いないけどさ、死ぬわけにはいかんでしょ。はい、あ。よし。OK。はい。吐きました。こっちが、立ち入り禁止ね。この変な、熊かなんか出るのかな、よくわからんけど。で、こっち行こう。こっちが行っていいのか、行かんのか。あ、看板立ってるわ。行っていかんらしいね。急斜面か、川があるかなんかだね。はぁ、あ。じゃあ、こっちはね。よし。こっち行こう。出よう。出ましょう。はぁ、あ。あーこれ見てん、これ楽しいよ、これは来なかんてみんな、よし、そうやね、もう向こうさ、なんだろうね、行っていいのかいかんのか、向こうはダメ、こっちは行っていいのかいかんかわからん、だからこっちが出口だね、こっちで、よし、出れた、よし、うっ、これね、チャレンジコースのはずだね。これがチャレンジコースだね。うん。ほんで、ああいう風に行ったらダメってことだね。あ、そこがね、多分急すぎるんですよ。急斜面すぎるんですよ、多分。崖なんですよ、多分。ただ、土地ツリーランは、入り口から入って、ちょっと待ってね。出口を。なんでやろうね。あそこを通って滑っちゃダメってことだよね。まあ急すぎる。まあくぼみがあるし、っていうことでしょうね。多分。はい。土地釣りやん。森で遭難しかかりました。遭難、ちょっとプチ遭難しましたね。わからなくなったら途中で。はい、まあ土地釣りなんで、皆さん行ってみたらどうでしょうか。途中でね、看板に気をつけて、立ち入り禁止のとこがあるから、もちろん、じゃあもうガス出るとこはね、ガスってるときは看板が見えないから危ないね。はい、皆さん来てみたらどうでしょうか。土地釣りなんでした。はい、スノボの武者修行でした。じゃあね、バイバイ。